さすがは光の戦士、私よりも数段上の実力のようだ。これが希望を託された者との差か。武神ラーバナは義を通す蛮神に思えた。これでしばらくはむやみに戦を仕掛けるようなことはあるまい。さあ、ビゾーブニルの元に戻ろう。やってくれるではないか、光の使徒め。しかし、恐れと怒りの感情が存在する限り、神を呼ぶ声が静まることなどないと知れ。神と神との争いきたれり、貴様らにはさらなる混沌が訪れるだろう。
してやろう。
霊峰ソームアルを踏破し、その頂に立った冒険者たち。彼らが目にしたのは、雲海に浮かぶ美しい浮島の数々だった。かつて人と竜とが共に暮らしたという雲上の世界に、光の戦士たち一行は千年ぶりの来訪者として訪れたのだ。